向川車両工業。向川車両工業株式会社。向川車両工業は、かつて日本に存在した鉄道車両メーカーで、阪神電気鉄道の子会社の一つ。兵庫県西宮市に工場を置き、親会社の阪神電気鉄道向けの電車を中心とした鉄道車両の製造とメンテナンスに携わっていたほか、車両の製造修繕技術を活かした機械。 生管といった分野にも乗りしていた。同じ県内に本社を置く川崎重工業、アルナ工機、後に分社化、生産会社にと並ぶ、県内鉄道車両製造メーカーの一つでもあった。本校では、メンテナンス業務を行っている、阪神車両メンテナンス株式会社についても述べる。向川車両工業の遠隔は、 1940年に創業した阪神車両工業株式会社が1946年に設置車両株式会社に改名し、1956年に同社が生産された後、1957年に新たに設立されたものである。両社は別の会社であるが、参考文献の記述からも設置車両の最高であることがわかるため、同一の遠隔の下で紹介する。 向川車両工業の前身である阪神車両工業は阪神電鉄の車両修繕を目的として1940年9月に創業した。戦時中も物資、人員不足に悩まされながらも事業を続けていたが戦後間もない1946年には阪神だけでなく川西航空機の出資を仰いで両社の接班出資とし同時に 社名も設置車両工業株式会社に変更した。このような形態になったのは大東亜戦争の敗戦に伴って軍需工業の民需転換が行われるようになり、有給施設の有効活用と従業員の勤務場所確保を図る必要があったためである。役員は阪神、川西両社の双方から派遣されていたが、従業員の大半は川西航空機の元社員であり、工場も 川西航空機のナルオ工場に移転した。こうして設立された設置車両は、阪神の潜在車両や三宮駅構内で発生した地下線火災の被災車両の復旧工事に携わり、その後は阪神の車両の修繕だけでなく、バスボディの製造も行うようになったが、その後は次第に経営不振に陥った。 1954年1月には工場の火災によって、阪神から入場中の多くの車両が被災、そのうち6両が廃車された。このダメージは大きく、設置車両としての事業継続を断念して1956年に会社を生産した。設置車両が携わっていた車両修繕業務は、阪神にとって経費節減に役立つものであった。 こうしたことから新会社を設立して業務を継承させることとなり、設置車両の生産1年後の1957年2月に新会社の向川車両工業を設立して業務を継承、定年退職者を多く雇用することで技術の継承を図るとともに修繕費のコストアップを防いだ。その後は車両修繕業務に携わることで技術の向上を図り、 1964年には7801系の中間 T 車である7901系の製造を受注。1965年には先頭車の7801系の製造も受注して、1966年からは阪神向けの新造車をすべて同社で受注、製造することとなった。 同時期には営業運転から撤退した11211141系小型車を事業用電動化車である151計画形式へ改造する工事にも携わっているほか、1967年11月12日に実施された阪神新設軌動各線の河川電圧の直流 1500V への昇圧対応工事にも携わった。このように同社は 半身を中心とした車両の製造、修理で車両を発展させるとともに、機械、生管、電気など、車両製造と関連の深い部門への進出を開始した。同社は、鉄道車両の製造、修繕を通じて身につけ、蓄積した板金や生管といった金属加工の技術を活かして、1960年代後半の高度経済成長期に多角化を志した。 高角化の背景には、本業の車両製造、修繕部門が、同時期の阪神が、輸送力増強のために、毎年のように新車を発注していたことから、業績は順調に発展していたこともあり、新規事業に進出しやすいといったことが挙げられる。こうして、車両主軸に総合機械メーカーを目指した同社は、1972年9月に、設計部門の子会社である、 向川技研株式会社を設立、同年11月には、油圧機器メーカーの三強マシン株式会社を買収、子会社とした。こうして、同社の事業内容は、車両の製造、修繕を中心に、生管、鉄骨加工、石油販売、電気機器製造、鉱材販売などの分野に大きく拡大、総合機械メーカーへと踏み出した。また、この時期には、 鉄道車両の分野でも阪神以外に、京福電気鉄道にも、販路を拡大している。ところが、1973年10月に発生した、第4次中東戦争に橋を発した第一次、石油ショックが、同社の拡大路線に大きな影を落としてしまう。車両部門は、親会社の阪神が車両を発注したり、 急行軽車両の冷房改造に携わるなどして利益を確保することができたが、それ以外の事業分野は大幅な欠損を生じてしまった。同社は苦境打開のために事業の縮小を決意。事業は車両の製造、修繕と機械、生管の得意分野に絞って、向川技研と三業マシーンは廃業、累積損失を解消するために工場の土地、 建物を売却して、1983年には本社をナルオハマに移転した。こうして経営の再建を図った結果、同社の業績は順調に回復した。このようなリストラを推進したことと、親会社の阪神がジェットカー第一世代の代替に新車投入で対応したことから、向川車両工業の業績は復活、1980年代中盤以降は、 急行系車両の新車として800系を大量に受注したほか、警福と映山電鉄の新造車の発注もあって、良好な経営状態で推移した。8000系の新造は1995年の阪神、淡路大震災の直後まで続き、その後も、震災被災廃車車両の代替新造や映山、電鉄900系、キララをはじめとした警福、 映山電鉄向け車両の新造が続いたことから、1998年度までは利益を計上することができた。しかし、これらの車両の新造が一段落した1999年度以降は、阪神の鉄道旅客輸送量が減少したことに加え、車両も普通系、急行系とも更新がほぼ完了して、新造時期が10年程度延長したことから、新造車両の発注が 大幅に減少、赤字決算に転落してしまう。その後も、車両の心臓が増加する見込みがなかったことから、阪神は、向川車両工業を解散、その代わりに、車両のメンテナンスに特化した新会社を設立する、こととした。こうして2002年5月に新会社の阪神、車両メンテナンス株式会社を設立して、メンテナンス業務を移管向川車両工業は、 同年9月24日に竣工した9300系9505回を最後に車両の製造を終了9月30日に解散し阪神車両工業を含む61年の歴史に幕を閉じた。くしくも同年には甘ヶ崎市のアルナ工期が事業別分社化及び鉄道線向け車両製造事業を撤退し分社したアルナ車両は路面電車製造を継続。 兵庫県内の老舗の2社の車両製造会社が撤退したことなる。阪神車両メンテナンス株式会社、阪神車両メンテナンスは、兵庫県山ヶ崎市に本社を置く会社、阪急阪神東方グループの一員。2002年、売上減少となった向川車両工業のメンテナンス業務を継承する形で設立された、旧阪神系の会社であり、 阪神車両の検査業務を行っている。なお、かつては同じく阪急阪神東方グループで、鉄道車両の検査業務を実施している会社は他にも、旧阪急系のグローバルテックがあったが、両社間での人的交流はなかった。鉄道車両の定期検査及び各種検査の受け負いを、はじめ鉄道車両の清掃及び整備、改造等も言っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。